みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほとみみです。はい、というわけで今回はね、4月の6日にね、学校に行ってきて、その時にね、大量の宿題をもらったわけです、はい、ということで今回はね、もらった宿題をやるという動画です。はい、まあそこまでね、めでたくないんだけど、なんかね、動画に撮っといた方が進むかなと、一石二鳥かなと。はい、うん、まあでもやるというより、まあどういう感じで宿題が出たかなっていう感じで、まあさっとね、最初にもうやってた、そうだね、紹介したいと思います。でですね、当初多分このね、宿題をもらった時は、うち5月6日まで一応臨時休校なんですけど、はい、1週間に1回は登校して課題を受け取るというか、まあ、課題を出されるみたいな感じ、当初そうだったんですよ。そうですね、そうだから今多分もらってる宿題は1週間後、まあいつ投稿かまだ決まってなかったんだけど、そう、決まってなかった、その1週間後までにやっといてっていう宿題なんだよね、はい、結局今日は緊急事態宣言出ちゃってて、もう多分今後学校行けないんだけど、うん、週1のやつもね、行けなくなっちゃうだと思うんですけど、うんうんうん、だから結局まあ1ヶ月かけてやればいい話になっちゃったんですけど、はい、足掘り身のことだからね、きっとね他にも学習してくれると思うんですけどじゃあとりあえず1週間の間にやらなきゃいけなかったっていう学校側からの、はい、その宿題はどんなものが出ましたか。ですね、まずしほちゃんから。私は、うん、漢字プリンと両面で約合わせて203問の漢字があって、はい、その後に、うん、この4年生の下のね、算数の教科書があるんですけど、取っといてくださいって言われてて、で取っといたその教科書の巻末を全部やれと。何ページぐらいある？ちょっとさーっと見せて。そこから、この多分オレンジ色になってるところだよね。全部なんだけど。かなりあるよね。こんな感じで。リミには、リミもあるんだ。そうだ、リミもちょっと次に見せてもらって。こんな感じでめっちゃいっぱいあるんですよ。そう、めっちゃいっぱいあるよね。それを全部。それを全部やって、あと音読を毎日1回。うん、音読カードとかないんですけど。うんうんうん、やれというわけで、はい、はい、やります。でもそう、一応指定されたのはそんな感じ？そんな感じです、ね。まあでもこれが1週間分ということかな。それを毎週やるんでしょ？だったんですよ当初は。でもさ、それでも全く勉強、学校から出されないからって全然やらない、勉強しなくていいってわけじゃないんだよ。わかるよね。わかります。はい。うん、じゃあまあ、じゃあ次リミさんはどんな感じで出ましたか？本当に勉強しないと頭悪くなるからさ、私。そうね。本当にさ、最近アニメのことしか頭に入ってなくて、そうだ、やばいんですよ、ちょっと勉強は切り替えない。リミはスイッチだからね。え、じゃあリミちゃんほら、はい、教えてください。まずプリント、プリント、どのプリント。算数が3枚で、うん、え、それ、そのプリント3枚もあんの。うん、あ、そうなの、3枚もあんだ。国語3枚、あら、え、じゃあそれが1枚目ってこと。まだそれにさらに、それに、あ、しーちゃんと同じで算数の。でもリミはさ、そのしーちゃんと同じさ、その一番後ろのページ同じだよね、そのオレンジ色のところ、すごい何十ページもあるよね。ページ、それとあと前の方のページもって出てたよね。前の方のページ見ようの。そう、多分そこも問題みたいになってるでしょ。それね、うん、2年生でやった。あ、じゃあそこはいいの。だってリミ前の習ったやつだよね。習ったやつ。じゃあそこはいいの。ここやんなくていいと思うよ。やばい、漢字を忘れかけてる。やばい、なんか空白が目立ちますね。ねえ、ちょっとこの前までかけてたんだよ私。4年生で習った感じですよ。種類とか絶対かけてたの。なんでかけないの。やっぱなまってるね、頭がね。休みボケだね。ちょっとずつ勉強していかないとダメだよ、ほんと。4、3、12、4、4、16、
ね、老人って5、6年生はね、大事だからね、勉強ね、老人ってどう分かんない聞いたら分かっちゃうでしょ。どう分かんないんだけど、老人の老が分かんない。労働、労働、老人って言った今。労働、あ、労働か。労働の老って老人でしょ。老人の老だから、老人の老が分かれば書けるのに。分かんない。え、労働って老人の老だよね。あ、違う、あ、違かった。すごくない。え、じゃあどうだったの。でも聞いたらダメなんだよね。え、違うの、え、違うの。ゆみちゃんはなんか簡単だね、掛け算。七九、2年生だからね、まだね。63、はい、できましたはい、もうしほちゃんからしたら簡単だね。2年生だから。色が、あ、見て、うん、一子とか簡単すぎない、これ簡単すぎる。いいな、2年生は、ね、いいな、2年生は、いいな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 。1枚終わったよ。1枚は、リミ6枚出てても、ちゃんと頑張って早いもんね、きっと1枚が。次、国語やろ、うん、ね、うん、だったしこちゃん、え、大丈夫、やばいね、うん、書けなかった字を後からノートにいっぱいやるという。あれ、共通アカウントってなんだっけ多分こう、え、 R1 持ってきた人誰、リミ、うん、ええ、って、うん、リミ、うん、リミ、え、マジで全然書けないんだけど、なんでこんなに、私バカになったな、完全にバカだな。やばいよ。は、もともとバカだったのかもしれない。いや、もともと書けたよ続けて今回はね、はい、出された学校から出された宿題をやってみました、はい、ということでね、今からまだまだ終わってないんでやるんですけど、ちょっとねカメラのバッテリーといい、そろそろ終わりにしなきゃいけない時間なので、今回はここで終わりにしたいと思います、はい、それではバイバーイ、バイバーイ、グッバイ、シーユー、ネクスタイム、シーユー、よし、やるぞ、シーちゃんやるぞ。